はようございます。ただいまの時刻10時14分。はい。ということで、本当は夕方に撮影するつもりだったんですけど、ちょっと寝てました。はい。すいませんでした。本当にすいません。ということで、今寝顔なんですけど、今からちょっと撮影を始めたいなって。T シャツに着替えてちょっと気合を入れたいなって思います。てかクマやばくね、マジでクマやばいんだけど寒いんだけど、てかさ、この時期にさ半袖って寒いんだけど、今 まだ寝ぼけてるんで、これぐらいの方がちょうどいいかなって感じですね。はい、こんにちは、パープルあさみです。 We are four!わおみんな、おはーてなことでー、本日の企画、ピョーピョー、食べれる蝶々とこの食べれるフルーツマシュマロを食べてみようっていうことで、この間メルカリをちょっと歩き回ってたんですよ。そしたらなんか面白いお菓子を出品しているあの方がいまして、その方から買ったんですけど、これね、うん、ほら美味しそうでしょ。これね、パッと見さ、なんかお饅頭みたいだけど、なんかマシュマロらしくて、おかしいよね。どう見てもこれさ、お饅頭だよね。ということで、早速食べていただいて思います。イエーイ。今別にあくびとかしてないですか。これ食べれるの？見て、やばくない？これね、食べれるんだって。本当に今の世の中ってすごいよね。え？これ大丈夫？食べても。ちょっと怖いんだけど。なんか触った感じはプラスチックだね。うん。プラスチックの紙みたいな。すごくない？車の中に飾る、なんか匂い付きの香水みたいな、そういうやつだね。正直言って、食べるの怖くないって言ったら、嘘になります。でもね、私も一応ね、YouTube。なんで、ちょっと食べようかなと思います。こういう時はね、歯で開けるのが一番いいんすわ。結局手を使っちゃうっていう。うわぁ、見て、まるで宝石箱みたい。見て。宝石箱の宝物みたいじゃない？めっちゃ美味しそう。うわ、匂いがすごい。なんか遊園地の匂いがするわ。興奮するような匂い。ワクワク。それが痛かった。いただきます。パープル。パープルが一番好きな果物のパープル。めっちゃ美味しい。マジでブドウ。食感はマシュマロなんだけど、グミっぽいんだよね。で、あれ似てる。かじるグミの、あの、ブドウ味似てる。うっ、このヘタの部分がメレンゲでできてる。美味しい。パープルが一番大好きな、イチゴ。結構、弾力があります。なんかね、めっちゃ美味しい、これも。イチゴの石鹸の味がする。めっちゃ美味しい。でもね、結構硬いよこれ。なんか見た目はすごい柔らかそうだけど、食べたらめちゃめちゃ硬いっていうね。今時の JK って感じ。パッと見は二十歳っぽいけど、年齢聞いたら16歳みたいな。本当に今の JK はね、本当にね、おかしい。もう大人っぽすぎるわ。本当に時代はね、どん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 進化していきますわ。うん。続いてこちらのね、変なプラスチックな蝶々を食べています。うっ、何これ、気持ち悪い。え、なんかめっちゃ歯にくっついたんだけど、キモ。え、何これ、怖いんだけど、大丈夫だよね、これお腹壊したりしないよね、大丈夫。メルカリで買ったからさ、ちょっと怖いんだよね。ちょ待ってこれ。ちょっと待って、なんか口に入れた瞬間溶けちゃった。蝶々がいなくなっちゃった。嘘、ちょっと待って、食レポ私の息で飛んじゃった。何味か
言おうとした前に蝶々がいなくなっちゃったから、もう一個食べる。ちょ、こいつ行くわ。さっきの赤ちゃんみたいな。これ本当にもう何味か分からないけど、これさ、プラスチックじゃない。これクリアファイルの味がする。あ、本当にこれマジマジ、食感からして味まで全部クリアファイル。本当に終わりとなる。気持ち悪い。すげえゾッとしたんだけど、これほんと申し訳ないけど美味しくはないわ。続いてこちらのさ、このリンゴじゃねえ、このレモンか、このレモン食べていきます。ちょっとさ、中身を見ていきたいので、この糸で中を切っていきます。たーての糸はあなたよ、この糸は私、愛なつのはいつ終わりかな。とわとわとわ。じゃあいきますよ。ほっほっ。はい、じゃじゃーん。見て、これも美味しい。あ、これあれだ、レモンの味がする。じゃじゃん。次はこれはなんだ、デコポンかな。わ、めっちゃうまい。デコポンうまっ。これはデコピンね。これはデコポン。なんかみかんの味がするね。触った感じさ、消しゴムみたい。この蝶々一番かっこいいんだけど、絶対こいつさ、自分のことかっこいいと思ってるよね。うわ、なんかさ、これ多分さ、ケーキとかにデコレーションして使うやつだと思うんだよね。多分このまま食べるやつじゃないと思う。もう。チョコソースを持ってきました。よいしょ。じゃあいただきます。チョコソースってなんでこんなに落ちの。蝶々がかわいそうになるぐらい一切味がしなかったわ。なんか申し訳ないね、蝶々ね。でもさ、この蝶々さ、まずいからさ、しょうがないよな。ちょっとこの蝶々さ、ちょっとママにもあげますわ。これなんだ、青りんごかな。失礼。なんか他のフルーツが美味しかったからかわかんないんだけど、これあんましいですね。あんまし、正直あんまし。これラフランス。私さ、ラフランスめっちゃ好き。ラフランスってさ、こういう味なの。雨が降ってる日の車の窓ガラスみたいな。なんかすごいね、ぼんやりした味なんだよね。なんかよくわかんない。三個食いー。まっちゅ。残り3つなんですけど、今回めちゃめちゃ美味しかったんで、ちょっと1個ね、あのママにもあげたいなと思うんですけれども、ちょっとどれをあげるかをみんなと一緒に選んでもらいたいなって思います。それではルーレットスタート。パフのママにあげたら嬉しいって言われるフルーツはどこのこいつだ。でもこのブドウはあの私食べたいんで、もういつちょそう、オレンジ。ママにはこのオレンジをあげたいなって思います。じゃあパープルは美味しかった、これをもう一回食べます。無理で美味しい。次でラスト1個、これもめっちゃ OK。せーの、ごちそうさまでした。いやね、今日は起きてすぐに食べるっていう今日動画だったんですけど、なんか今日食べたやつは美味しかったってなことでー。動画を最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、無断転載、そしてコメントどしどしバシバシボンボンボンでお願いします。ってなことで
パープルは年内までにチャンネル登録者数1万人目指しております。なのでまだ登録していない方いたら登録お願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。せーの、デパル、あっ、しゃー。おやすみなさい。また見てねー。